京阪2200系電車は、1964年に、登場した京阪電気鉄道の通勤系電車。モノコック構造の、いわゆる、卵型電車系列群の一つで2000系の、急行用として、京阪本線天満橋淀谷橋間の延伸を含む、高度経済成長期の乗客増加に対応するために、登場した車両である。2019年現在、 京阪線で運用される車両の中で系列としては、最古となっている。河川電圧 1500V への昇圧により、京阪発の8両運用を実現した京阪2200系。電車1960年代の京阪では、普通約間急行用として製造された、高加減速車2000系が大量に投入されていたが、急行や準急は依然として、元特急用車両をはじめとしたに、 扉車が多く運用されていた。乗降の少ない運用に長編成化したに、扉車を回したり、大型加工心と称して戦前制の車両を三扉の通勤傾斜体に更新することで、混雑や遅延を防ごうとしてきたものの、沿線人口の急激な増大でそれも限界に達しつつあった。そこで、三扉を有志休行や準急に使うことのできる走行性能を有し、 かつ経済性にも優れた車両を新造することとなった。2000系は、全車電動車によって編成が組まれていたが、本系列では、当初から付随車を組み込んでいる。車内車体は、基本的に2000系二次車をベースとしているが、正面にスカートを設置された点、制御電動車のパンタグラフが、連結面よりに設置された点、貫通ホロが、ホロ釣りを内蔵した成田式。 リコ型に変更された点などの相違がある。制御装置、アッコットフ H4155 から 576A は発電ブレーキ付きの抵抗制御であったが、制御段数を多く取り、空転対応機能を備えている。付随車を組み込む前提のため、モーター出力は 130kW となっている。歯車比は5.60とした。 ブレーキは発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキを装備している。台車は電動車には2000系で採用されたエコノミカル式を発展させた、汽車製造性の KS-73 系。付随車には、住友金属工業が開発した側、量間症ゴム式の FS-337 系が使用された。製造は、全車川崎車両、または、 川崎重工業で本系列以降の軽阪の新系列車はすべて川崎製となった。製造当時、先頭車両の前消灯付近には滑り止めに由来する砂地処理がなされていた。1964年に登場した一時車は21両製造された。6両編成2本5両編成1本4両編成1本を基本に 当初の計画通り急行や準急を中心に四両編成は各駅停車用として運用された。1965年には四両編成三本の十二両が増備され、一部編成を組み替えて六両編成四本五両、編成一本に四両編成一本となった。さらに、翌1966年には二十六両増備されて六両編成九本五両編成一本の 合計59両となった。このグループからは、車内混雑緩和のため、ドア付近の立石スペースが拡大されている。1967年、7両編成での運転を開始するのに伴い、17両が増備された。中間電動車の2300型が、多めに製造されて6両編成5本の間に、組み込まれて7両編成5本となり、 他には6両編成4本5両編成1本4両編成3本が編成された。1968年には編成単位では最後の増備となる22両が製造された。そのうち21両は貫通7両編成3本として蘇生され、残りの1両は5両編成に組み込まれて6両編成化された。この時点で七両編成八本六両編成五本四両、 編成3本の合計98両体制となった。1970年代に入って前頭部の砂地処理は行われなくなった。1971年、急増する利用客に対処するため、2200系は7両編成への組み替えが行われることとなった。この時、2201から2206及び2254から2256については、 運転台が簡易撤去され、それぞれ2300系2329から2334及び2350系2369から2371に改版された。また余剰となった制御車産量は、運転台を簡易撤去の上2000系に編入され、1972年には、 それぞれ2100系2156.21572158に改版されて、正式に2000系グループとなった。これらは後に2600系に、車体流用された。なお、この時点では、2210回のみ4両編成のまま、残されている。軽半2200系、原型軽半電鉄では、1970年代後半に、 河川電圧の1500ボルトへの昇圧が決定し、2200系については、昇圧対応工事と冷房改造を一度に行うこととなって、1974年から1976年にかけて工事が行われた。この工事では冷房装置を除いて外見にはほとんど手を加えていないが、屋根上にはクーラーが乗るため、 パンタグラフがコンパクトな下枠交差系の PT-4805A に変更され、床下機器では補助電源装置がクーラー用電源としても必要なために大容量の MG TDK-3750A に交換された。全商灯は白熱灯のケースにシールドビームを入れる形で交換されている。四両編成のまま残された千二百十回についても 同様の工事が行われたが、1981年2月に製造された2600系2629回と連結され、以後は7両編成で使用されるようになった。京阪2200系電車京阪2200系、電車1500ボルト昇圧の翌年の1984年11月出場の2222回22を手始めに改修工事が開始された。 この工事では車体にも大きく手が加えられ、2600、経営番内の一部にも施行されたように、正面左側の冊子窓を固定窓化の上、同じく正面の貫通扉を外開きの非常口に変更した上で、列車種別、行き先表示器が設けられ、また6000系で、初採用された、停車駅にて、ドアが開く、際の自動案内放送装置及びと平予告国ザーが、 設置された。また回収4本目となる2224回からは、先頭の窓枠が黒エッジゴム指示から銀枠指示に、微灯標識灯のデザインが3000系以降と同じものになっている。車内は化粧板が新品に貼り替えられたほか、荷物棚の網が繊維製から金属製に変更されている。 さらに中間に組み込まれていた 2200K6 両と 2250K7 両に対して中間車化も行われ、それぞれ2300型と2350型に編入されている。この改造は2 0 0 0系に見られた簡易撤去とは異なり、運転台を完全に取り去って客室に置き換えているが、丸妻とやや幅の狭い窓にその痕跡を留めている。運転台の完全撤去工事は、 簡易運転台撤去者に対しても実施されている。改修工事時の階板2208.22142220.22132215.2212 2335.2336 2337.2338 2339.2340 2272.2268 2271.2267 2269.22662260 2372.2373 2374.2375 2376.2377 2378車体改修工事と同時に、前面、側面の方向膜が種別色字に白抜き文字に変更されたが、最初に施行された2222 22のみは、工事完了から1ヶ月ほどは、前面方向膜が白字に種別色文字だった。 1987年4月以降の回収車では、制御装置がクフマイナス8155から576に交換され、改正ブレーキ付きの境自転化0時点カレージ制御となり、以後の京阪の更新工事対象車両にも施されることになる。河川電圧の昇圧により長年通勤輸送の足枷となっていた最長7両編成という制約から解放され、 1985年から、淀屋橋クズノハカンで8両編成の列車を運転するにあたって新たに、本系列の7両編成に増結するための付随車が17年ぶりに5両、新造された。2380番台は2600系30番台の付随車をベースにしている。これにより、本系列は103両となった。当時の最新鋭車であった6000系では、 なく本系列を8両化したのは、当時8両運転が朝夕ラッシュ時限定だったことに加えて、京都よりの東福寺三条間の地下化工事が進行中で、その完成に合わせて、急行停車駅でのホーム延伸工事を実施して、本線全線で8両編成を運行する予定になっていたためである。この工事が終わっていない時点で6000系を8両化すると、8両編成に、 対応していない京都型に乗り入れできず、当時の最新型車両が8両編成のみ、稼働率が著しく落ちる問題を回避するためであった。また、この2380番台の製造をもって、1959年登場の2000系から続いたモノコック構造の、いわゆる卵型電車の製造は完全に終了した。 全面扉が交換された2270号車、大阪市鶴見緑地で開催された、エキスポ90国際ゲト緑の博覧会の、PR で1989年4月20日から1990年9月13日まで、2217回が、白を基調に、緑色のライン、博覧会のマスコットキャラクター、花月ちゃんのデカールを貼り、緑号として運用された。 1993年に2270号車は事故による破損の復旧に際して前面の貫通扉が更新後の2400系と同タイプのものに交換された。1998年に8両で蘇生されていた改正ブレーキ車4本から2382から2385号車を抜いて7両で蘇生されていた発電ブレーキ車4本に 組み込む編成外が行われたが、これは改正ブレーキ組みの普通列車仕様により、省エネ効果のさらなる向上を図るためのものであった。2000年7月のダイヤ改正に際して、2218回は2382が外されて8両編成から7両編成に変更され、2207回は2351が外されて、 代わりに2382が組み込まれて、外された2351は単独で残された。2003年に8両編成から2350系1両が外され、基本編成の8両編成が消滅した。外された2350系4両は9社となった。それ以降も、先日の2351が一時的に編成に、 組み込まれて8両編成が蘇生されることがあった。前日の通り、1981年から2210回は、大阪型に2600系を連結して7両編成とされていたが、2005年、または2006年に2600系の連結相手の2200系は改正ブレーキ仕様の2210回から、発電ブレーキ仕様の2218回に変更された。 LED 全消灯になった2200系、塗装工程の省力化や新塗装化の準備を兼ねて、車両番号表記が切り抜け文字からステッカーに変更されるようになり、本系列では2008年3月に検査入場した2211回、同年4月に2210回、同年6月4日に検査出場した2216回で実施された。 2008年7月9日付で本系列の2221回が新塗装に変更され7200系7201回に続く2本目の通勤者の新塗装者となった7月24日には2225回が9月15日に2226回が12月1日に2209回も新塗装に変更された2010年3月現在 2210回、2217回、2222 22回、2224回も、新塗装化されている。本系列を含めた軽阪線車両は、2013年5月までに、新塗装への変更を完了した。軽阪では2014年から在来車の全消灯を、シールドビームから LED に交換する改造が、行われており、2017年からは本系列も、 改造が進められている。本線、大東線、中野島線の主に普通、区間急行準急急行快速急行で運用されている。片の宇治両線には回数は少なかったものの、運用開始当初より1981年までの間、6両編成に蘇生した編成が臨時急行天ヶ瀬号で宇治線に重当されたり、 その他普通列車として旧型車と共通運用で4両編成が入線していたこともあった。1968年まで行われていた近鉄京都線への乗り入れには2000系と同様に重当されたことがない。これらの形式は車両限界の相違から直通運転可能車両の対象外であったためである。 運行開始当時より1971年までは臨時特急で使用されたりもしていた。2000年7月1日のダイヤ改正より8両編成については片道1本あった。ロングシート車両仕様の特急で運用されることもあった。本系列の定期特急重頭はこれが初であった。ただし他の一般車8両と共通運用であったため、 必ずしも本系列が運用されるとは限らなかった。なお、本系列は2002年8月に特急運用から撤退している。これは本系列が同年10月より設定された女性専用車両の指定をされなかったためである。2016年3月のダイヤ改正以降は快速急行の運用につく機会もある。2007年から廃車が始まっており、 同年12月31日付で2359.23612362.2364が廃車となっている。登場からすでに約50年が経過し、また初期に更新工事を受けた編成は1900系、全廃後は軽班で唯一の抵抗制御車両となっており、最後に更新工事を受けた車両でも20年以上経過するため、 13000系の投入などを受けて2600系例番台ともども順次置き換えが進められている。在籍車両数は2014年4月1日現在では7両、編成9本と編成から外れた2380番台3両の計66両となった。その後も廃車が進められ、2016年11月30日には2380番台の5両も、 廃車となり、2017年4月1日現在の在籍車両数は7両編成7本の計49両となっている。2016年度以降は、京橋駅へのホームドア設置に伴い乗降位置の異なる5000系の置き換えを優先している影響で、2017年度から2019年度は本系列の廃車はなかった。 2600KA の編入者では2001年12月28日付で2922、2013年5月31日付で2923がそれぞれ廃車となり、2019年現在は2624回に、組み込まれている2924のみが、残存している。1981年1月1日現在、 2007年4月1日現在反発者2017年4月1日現在ありがとうございます。